はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。今日はこちらですね、スナックワールドのトレジャーボックス1段のボックス開封2回目ですね。じゃあ開けていきましょう。はい、こんな感じだね。10箱入ってます。はい、コンプしたいけど、全22種類だからできないのか。うんまあでもエイシンクが欲しいミラーシールドとか、うん、縦系も欲しいんだよね。うん、じゃあ早速開けていきましょう。はい、じゃあ1箱目からいきましょうか。はい、もうシークレット狙いだね。そうだね、シークレット出るといいね。うん、例えばジニーズとかも欲しいよね。はい、よいしょ。あー、これはスナックっぽい。スナックだね。ではパパの一パック目。おお、クランクリスタルソード、やったー、グレートレア。じゃあ僕の一パック目、せーの、よいしょ。あ、ペンギンライト。あ、持ってない持ってない。うん、やった、持ってないのが続きた。ジャラステでは出たけどね。うん、私の2箱目ですね。はい、よいしょ。縦、あー、ミラーシールドだ。本当だ、やったね、よかった、シンク欲しかったやつ。よいしょ。ほい、これはクリアバージョン持ってるけどノーマルは初めてだね。うん、じゃあ私の3箱目いきます。はい、よいこいしょと。お、あー、ミミック、よいしょ。僕の3箱目、よいしょ。お、またシールドだ。これはウッドシールドかな。ウッドシールド、やった、やったね。私の4箱目。はい、せーの、ほい、おっと、ブッテリーか。僕の4箱目。はい、はい、わ、クローン、あー、これもかぶった。うん、では私最後の5箱目。はい、ジャラっぽい、せーの、ほい、はい、あー、ウッドアックスだ。よし、じゃあ僕の5箱目。はい、最後、よいしょ、ポン、スコーピオン。あ、スコーピオンか。うん、これはでも持ってなかったね。うん、はい、ということで今回出たジャラとスナック見ていきましょうか。はい、まずはこちらですね、クランクリスタルソードですね。うん、クランアラインのこのエンブレムが入ってますね。うん、はい、アニメではクランありえへんだった。あ、そう、うん、なんだっけ、こんな感じよくできてるね。うん、強そう。おお、グレートレアね。続いてこちらデストロイヤーアックスですね。うん、ブリタニアエンチャントですね、これはね。うん、これすごいいいね、青のアックス、すごいかっこいい。はい、ノーマルの方がかっこいい感じ。そうだね。続いてこちらがクロリスのウッドアックスですね。うん、これ前も出たね。はい、そしてこれがミラーシールドです。うん、ブリタニアエンチャントです。これいいね、ほんとよかったね。うん、ここは透明になってるねえ、すごいいい感じ。うん、メデューサのこのあれを光線を跳ね返したやつだよね。そう、あとクロリスのウッドシールドですね。はい、これもすごくいい感じ、味がある。うん、よくできてるな、ほんとに。はい、じゃあスナックも見ていきましょう。まずクローンですね。はい、これは前出たね。うん、続いてスコーピオンです。これはアニメでも1話目から出てきたやつですね。うん、これここにトゲトゲと葉っぱがついてる。本当だね。続いてこちらブッテリーですね。うん、これももう出たね。はい、そしてミミックです。これはレアですね。はい、うん、これも前出たね。はい、で最後にペンギンナイトです。これは初めて出ました。うん、よかったね、レアです。はい、そしてですね、今店頭でやってるキャンペーン、うん、スナックアウトのキャンペーンでジャラが欲しいんじゃらって言うとこのスペシャルアイテムがもらえるのでもらってきました。はい、はい、これジャラだね。そう、これジャラです。はい、一気にいっちゃいましょう。はい、せーの、よいしょ。おお、シルバースペードソードってやつだね。あ、フライングキャットのブランドのロゴが入ってますね。うん、かわいい感じ。ストライプソードとはちょっと違うね。うん、はい、じゃあ音声確認してみましょう。はい、ウッドシールド。はい、ウッドシールド、ウッドシールド、ミラーシールド。はい、デストロイヤーアックス。はい、クランクリスタルソード。はい、おお、クランクリスタルソード、シルバースペードソード、
だ。よし、じゃあスナック行きましょう。はい、スコーピオン。はい、ちょ待てよ。ペンギンナイト。はい、マイバー。はい、ということでこんな感じに埋めてみました、うん。あとジャラの方はあと3つで、コンプかな、うん。スナックの方はあとどれぐらいだろう。結構ある。1、2、スナックの方はあと2つかな、うん、なんとかゲームが出るまでにコンプしたいところですね、うん。はい、はい、ということで今回はスナックワールドのトレジャラボックスのボックス開封第2回でした。ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、グッドライクお願いします、はい。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。